辰巳幸太郎君、はい、日本共産党の辰巳孝太郎でございます1月15日の未明乗員乗客41名中15人が亡くなった軽井沢のバスの事故、えー、私も現場に行ってまいりましたけれども亡くなられた方々に心からの哀悼に意を表すとともにご遺族の方にはお悔やみを申し上げたいというふうに思います未来ある若者の命がなぜ奪われてしまったのか 政府のこれまでの政策を取り上げながら質問をいたします。まず大臣、なぜ事故は起こったんでしょうか。石井国土交通大臣、えー、事故の原因につきましては、現在、警察において救命のための捜査を行っているところであり、その捜査の状況を収集しているところでございます。引き続き、警察及び 国土交通省から調査を要請いたしました事業用事故調査委員会とも密接に連携しつつバス事業者への特別監査の結果等も踏まえ原因究明を進めてまいります辰巳幸太郎君大臣はこの事故を受けてどのようにご自身お感じになられますか石井国土交通大臣あの 平成24年に関越道のバス事故が起こりまして、まあ、その後、いろいろな対策を講じている中で、またこのような悲惨な事故が起きたことは、私としては大変遺憾に思っているところでございます。しかも今、委員ご指摘がございましており、将来ある若い方がたくさん亡くなれたということでございまして、こういった悲惨な事故を二度と起こさないように、 原因究明と合わせて再発防止策徹底的に講じてまいりたいと存じます辰巳孝太郎君大臣今遺憾という言葉を使っておられますが遺憾というのは辞書で調べますと自らの責任はないけれども思ったようにいかなくて残念だとこういう意味なんですね私はそれでは駄目だと思うんです規制緩和への反省というのはですね私は国土交通行政に携わる 責任者ととしてて必要だと思っております1999年度以降貸し切りバス事業の参入を免許制から許可制にいたしました受給調整をなくしましたこの規制緩和を皮切りに事業所数は98年度の2122社から2014年には事業所数4477社と2倍になりました当時の規制緩和の議論の中では 競争を持ち込むことで、悪い業者は市場から淘汰されて、そして時給のバランスは保たれるんだという主張があったと思っております。大臣、悪質な業者は規制緩和で淘汰されたんでしょうか。石井国土交通大臣、えー。時給調整を廃止した中で、えー、悪質な事業者が淘汰されるようにするためには、 事業チェックをしっかりり行うこととが不可欠と考えております国土交通省といたしましてはバス事業者に対する各種監査を行いまして法令違反の事実が判明した場合には改善の指示や行政処分を行うことにより安全運行の確保に努めてきたところでございますが今回行政処分を受けた事業者が 指摘事故を改善しないまま運行し事故を起こしたことは極めて遺憾であり事業チェックの強化が急務であると考えております、えー、省内に設置をいたしました軽井沢スキーバス事故対策検討委員会におきまして、えー、例えば複数回にわたり法令違反の状況を是正改善しない事業,、えー、事業者に対し、えー、事業許可取り消し等の厳しい処分を行うことができることとするなどの 検討を行っているところでありまして、えー、検討結果を踏まえ、事後チェックの見直しに早急に取り組んでまいります辰巳太郎君参入規制を緩めた、その結果あ、悪い業者は淘汰をされなかったというのが、この事業者数を見ても明らかだと思うんですね、で関越道の,あの事故で、関越の事故で、あれだけの死傷者を出しましたで、国交省は規制を強めたんだと、こういう話もお委員会でもされておりますね。 それではあ関越道の事故以降、ですねこの許可が取り消された事業者数というのは一体いくつあるんですか、国交省。お答えいたします、関越の平成2 0年の事故以降の取り消し件数につきましては、合計で3件ということかと。 発行しています松見幸太郎君たった3件なんですよ、たった3件なんですね、これが実態です、で私は2014年の国交委員会の質疑でも、えー、労働条件の問題、改善基準,基準告示の問題というのを取り上げました、えー、あまりにも長時間労働、えー、この労働が規制緩和をされて、バスの運転手さんに過大な、えー、負担が来ていると。 そのことが事故の原因にもなっているじゃないかということで取り上げて追及をいたしました、改めて大臣、規制緩和によって今回の事故は招かれたのではないか、規制緩和でによってもたらされた事故なのではないですか石井国土交通大臣、えー。貸切バスにつきましては、平成12年の道路運送法の改正により、需給調整規制の廃止を行ったところでございます。 規制緩和の結果、サービスの多様化など利用者の利便向上という点で成果を上げているものと考えております一方で安全安心なサービスの確保は時給調整規制の廃止後においても最重要の課題であります平成24年の関都道高速ツアーバス事故の後にも参入時におけるチェックの強化を行ったところでありますが それにもかかわらず今回の事故が起きたことについては誠に遺憾でございます今回の軽井沢でのバス事故を受けまして安全運航を確保する観点から関越道事故以降の参入時のチェックの在り方が十分であったかどうかの検証も含め改めて安全に事業を遂行する能力の事前チェックの在り方について軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において総合的に検討を行ってまいります辰巳孝太郎君 私はサービスの多様化とかですね、利用者の利便性向上とかね、そんなことは絶対言えるはずではないと言ったら駄目だと思うんですよ。人の命を預かって運ぶのが旅客運送事業ですから、安全が一番のサービスだと、この位置づけをですね、しなければ私は駄目だと思います。えー、1998年6月の運輸政策審議会は、えー、貸切バスは利用にあたって、 事前に事業者を選択することが可能であり、市場における事業者の競争を通じて、良質安価なサービスの提供を期待しいる事業分野であると考えられると、こう書いております。また同時に、抜本的に事業活動の効率化活性化を進め、利用者利便の向上を目指すためには、時給調整規制を廃止して、競争を促進することが適当であると、こう記しているんですね。で 良質なサービスを低廉な価格で提供することが期待できると、まさに規制緩和万能でやっているわけですよ。もちろんここには安全についても言及はされてますけれども、一般的な質的規制と言っているだけなんですね。私はこの規制緩和路線、ここを反省しなければ、あのような事故をまた起こしてしまうというふうに思います。市場競争優先、安全公共性の軽視、規制緩和は この免許制から許可制にして受給調整なくして、競争原理を導入をいたしました。労働規制、法制の規制緩和とも相まって、バス運転手の低賃金化、非正規派遣、教育経験不足など、安上がりな労働力の供給が可能になりました。結局、今回の事故で明らかになっているのも、運転手の経験、技量不足、高齢化、運転手不足です。この大元には、規制緩和が,があったと。 いうことを私は大臣として認めるべきだと思います。規制緩和が許されないのはタクシー業界も同様であります。タクシー業界の規制緩和について聞いていきます。国交省白タク行為これは一体何なのかなぜ禁止をされているのかお述べください。藤井自動車局長お答えいたします。 道路運送法は、輸送の安全を確保し道路運送の、道路運送の利用者の利益の保護、およびその利便の増進を図ることを目的としております。白滝行為は、民間企業が事業の許可を得ることなく、白ナンバーの自家用車を用いて、旅客運送を営利事業として行うものであり、輸送の安全安心が確保されない運送行為であります。よって、白滝行為は道路運送法の目的である、輸送の安全の確保、利用者の保護等に反する行為であることから、 同法により禁止されているところでございます辰巳孝太郎君白タクは認めない当然のことだと思います3月2日国家戦略特別区域諮問会議において国家戦略特区における追加の規制改革事項等について、えー、では過疎地域等での自家用自動車の活用拡大について驚愕の提案がされておりますこれそこの部分全文紹介いただけますか えー、佐々木地方創生推進室長お答え申し上げます、えー、ただいま、えー、ご指摘の点でございますけれども全、えー、文を読み上げさせていただきます、えー、タイトルは過疎地域等での自家用自動車の活用拡大でございまして 過疎地域等における訪日外国人をはじめとする観光客を中心とした運送事業に対応するため地域住民の運送を主とした現行の自家用有償旅客運送制度を拡充し主として観光客を運送するための新たな制度を創設するまた関係市町村上記制度を活用した自家用有償旅客運送を行おうとする者および一般旅客自動車運送事業者があらかじめ持続可能な地域公共交通網の形成や 旅客の利便、輸送の安全の確保を図る観点から、新たな自家用有償旅客運送に関する総務の連携について協議した上で、国家戦略特別区域会議が運送の区域等を迅速に決定できるようにする、以上でございます。辰巳孝太郎君。大臣、まさに規制撤廃してのライドシェアの解禁じゃないですか。石井国土交通大臣。 えー、国家戦略特区内の特例措置として新たに導入しようとしております自自、えー、自家用自動車の活用拡大は、現行の自家用自動車優勝運送制度を拡充するものでございまして、いわゆるライドシェアとは全く異なるものと認識をしております辰巳幸太郎君では例外を広げるということでしょうか。 石井国交大臣今あの、説明があったように、従来、地域住民に、市、えーまあ、として地域住民を対象してとしていたものをお、外国人観光客との交通手段の提供をしたる目的とまあそういった意味で、えー、拡充をされているわけであります辰巳孝太郎君では、そもそもですね、自家用有償旅客運送とは何なのか。 ということを確認していきたいと思うんですね国交省自家用有償旅客運送とはどのような条件で認められているんですか藤井自動車局長お答えいたします人口減少や高齢化が進む中でバスやタクシーのサービスが十分に提供されない地域における移動手段の確保の方法として平成18年より 自家用車運送制度が新たに認められているところでございます。これにつきましては、バスタクシー今申し上げました通り、そのバスタクシーその他の公共交通機関によるサービスがないあるいは不十分である、そういったあの地域であることが前提となっているところでございます。辰巳孝太郎君、はいえー、この趣旨はですね、一般旅客運送ではまあ事業者がいないので、まあ困難であると、そして地域住民の生活に必要な輸送を 確保すると,いうことだから例外的に、例外的に、えー、安全要件を緩和して、この自家用の有償お、旅客運送を認めていると、こういうことですね、確認しますけど中期じ、地域住民に必要な輸送を確保するために、これをやるということですね、これだけ確認します。藤井自動車局長 現行の制度はあの委員御指摘のとおり、地域住民の移動ということを念頭にあのあの作られた制度でございます辰巳孝太郎君、はい。それでは今回のー特区の方向性ですね、えー、先ほど文言を紹介していただきましたけれども、えー、こうあります、訪日外国人をはじめとする観光客を中心とした運送需要に対応するためと、こうあるわけですね。 これ対象は観光客に限るということなんでしょうか、まずここ、を確認しましょう藤井自動車局長。お答えをいたします、今回、えー、検討しております制度は、えー、本日外国人をはじめとする観光客の移動をしたる目的とするという事業でございますので、輸送の対象を観光客だけに限るという制度ではございません、したる目的ということになっております。 辰巳孝太郎君。ビジネス客でもいいということですね。藤井自動車局長。はい、先ほど申し上げました通り、その外国人観光客以外、あ観光客以外の。車についても、その。乗ることを排除しているものではございません。辰巳孝太郎君。誰でもいいということです。過疎地域等。とありますが。この等には何が入るんですか。藤井自動車局長。 今回準備しております法案の、えー、中では、タクシー、バス、そういった道路運送事業によることが困難であることということが要件となっていることでございます、これにつきましては、過、え、疎、ー、地域、あるいはその公共交通輸送があの不便な地域、そういったところが対象になると、それを党と表しているというふうに理解をしております。松見幸太郎君。つまり都市部でもできると、交通の供給がなければできると。 こういう話ですね。そうなりますとね、どこが、どのような必要性をもって、区域を決めて、この自家用優勝運送の登録を行っていくのかということが大事になってまいります。確認しますが、この自家用自、えー、優勝自動車運送の活用拡大にあたっては、最終的なこの登録の意思決定は誰が、もしくはどこが行うんですか。藤井 自動車局長現行の道路運送法上、えー、登録の主体は国土交通大臣ということになっております、えー、その上で、えー、地方文献の一環としてこの権限をあの手上げ方式と言っておりますけれども希望する市町村にはあの権限を移譲しているところでございます辰巳孝太郎君登録の申請はどこが行うんですか藤井自動車局長 登録の申請は自家用車運送事業を行おうとするその主体が行うこととなっております。辰巳孝太郎君運営協議会は意思決定にこの特区の制度の下で関わるんですか藤井自動車局長今回の制度は国家戦略特区における特例でございますので道路運送法におきます運営協議会あら地域公共交通会議それに代わるものとして 国家戦略特区の地域あの区域会議が置かれておるところでございます松見幸太郎君、えー、先ほど紹介していただいた文言の中に、関係市町村上記制度を活用した自家用有償旅客運送を行おうとする者、および一般旅客自動車運送事業者が協議した上でと、こうあるんですが、これは運営協議会ではないということですね。藤井自動車局長 先ほど申しし上げました通り、今回、特区の制度ということでございますので、あの道路運送法の原則であります、その運営協議会、地域公共交通会議の仕組みをと使うのではなく、特区においては国家戦略特区の、えー、区域会議というところが意思決定主体になります、でその意思決定を行う際に、今委員ご指摘ありましたけれども、市町村、この,この新しい事業を行う主体、 さらに、えー、関係の既存の交通事業者、こういった方々の協議を行った上で、区議会議で決定をするという仕組みを考えているところでございます。辰太郎君。確認します、現行の優勝、自家,あ自家用優勝ね、これ、申請を行うのは、運営協議会で審議をして、そして申請をして、まあ、大臣等が認可をすると、こういうことでよろしかったですね。藤井局長。 現在の,その道路運政法によります自家用運送制度につきましては、運営協議会の、えー、協議があの必要となっております。辰巳太郎君ということはですよ、今のご説明だと、協議するのも運営協議会ではない、別のところである。そしてそこがですね、協議をしたとしても、最終的にこの。お 自家用自動車の活用拡大を決めるのは、区域会議だということですね藤井局長。今回の新しい特例におきまして、その事業をあの決めるのは区域会議でございます辰巳孝太郎君これ、規制撤廃じゃないですか、規制撤廃ですよ、これ、むちゃくちゃな制度ですよ。 現行の自家用車、優勝事業運送は、先ほど答弁していただきました、地域の住民のニーズがあって、供給がない場合にできるということになってましたね、地域のニーズ。しかし今回の特区では、観光客を輸送するための新たな制度なんですよ。これ、地域のニーズというのは関係ないということになりませんか。藤井局長 今、委員がわあのおっしゃられた地域のニーズというのが地域住民の輸送ニーズということであればそれはあの現行の,地域あの道路運送に基づく自家用車運送制度が対応するべきものであると考えております今回、新しい制度あの構想しておりますのは従来地域の住民をしたる対象として認識をし自家用車の活用,拡大あ活用を行ってきたところでございますけれども 外国人観光客の急激な増加、そういったことを踏まえまして、そういった方々が地域を訪問する際の足の確保を図るためにも自家用車の活用拡大ということが図れないかとで、そういった輸送を安全、安心をしっかり担保した上で、しかも要件としてはタクシー、バス、そういった公共交通機関がないところにおいて、すなわちそれが必要な場所において、そういうことをどのような形で認めるかということで、今の。 あの提案が考えられているとご理解いただければと思います辰巳幸太郎君地域のニーズじゃないんですよ、地域のニーズじゃないんですよ、しかも運営協議会もない、最終的に決めるのは全部区域会議だと、特区だと、大臣、これのどこが自家用運送の拡大ですか、これも撤廃ですよ、規制崩壊ですよ、どうですか。石井国土交通大臣、えー 今回の国家戦略特区の特例措置は、現行の自家用自動車の活用を拡大という認識でございます。辰巳孝太郎君。全く理解できません。規制崩壊であります。地域公共交通の活性化および再生の促進に関する基本方針の全文ではこうあります。地域のニーズや課題に最も精通した地方自らによる地域公共交通の在り方についての 主体的な検討と、それに基づく持続可能な地域公共交通網の形成に資する取り組みを推進するための基本的な方針として定めるものであると。ところがですよ、国家戦略特区の方針ではこの区域会議が運送の区域等を迅速に決定できると。最後決めるのはこれね、区域会議なんですよ。もう一,もう一点確認します。区域等とありますが、 区域以外に、この区域会議が何を決めることになってるんですか、藤井局長。先ほど申し上げましたとおり、この特区の区域会議において、この新しい事業を認定をしようとする場合には、市町村、新しい事業を行おうとする者 から地域の既存の交通事業者、その協議を前置する、それを経た上で決定するということを法律上、明文化を考えているところでございます。その協議の中で、今委員がご指摘になりましたような、その地域における、今回であれば、どのような形で観光のニーズを取り入れるか、そういったことについての地域のイニシアチブが十分発揮されるものと考えているところでございます。それから、えー この区域等と言っておりますのは、えー、区域、路線、あと事業の実施者、そういったものを考えているところでございます。事業の実施主体ですか辰,辰巳太郎君事業の実施主体も区域会議は決めるんですか、これ、NPO とか、えー、市町村とかいう話がありますね、それ以外でもいいということですか、区域会議が決めれば。藤井局長 事業の主体は今回準備をしております法案の中では、市町村および非営利の NPO、その他の民間団体ということあ、非営利の団体ということに限定をされておりますので、民間事業は含まれません。辰巳太郎君 NPO だって別に利益出したらあかんことじゃないですからね、これだって緩いですよ、そしてあくまで、あくまで協議した上でですよ、仮にこの協議した結果と、結果ですよ。 これやらないと決め,たの決めた場合、区域会議は逆の決定、下すことができるんですか、確認します。藤井自動車局長今回の制度では、まず協議を行った上で決定を行うということにしておりますので、協議の中で十分、先ほど申し上げましたような、その地域のニーズ、あるいはあの既存の事業者との連携、そういったことについての議論が尽くされた上で、 合意がなされその上で計画の決定がなされるのと考えております辰巳孝太郎君最終的に決めるのは区域会議でありますこんな規制撤廃は絶対にやるべきじゃないというふうに申し上げて私の質問を終わります